自宅の都市ガスの7月分検診票を確認してみた使用量は前年同月と全く同じ量であるところが料金は2割近く値上がりしていた「節ガス」という聞き慣れない言葉が急に飛び交うようになったのも仮点が行く政府は都市ガスの需給が逼迫した時に 節ガスををするる新制度の導入を検討しているロシア産天然ガスの調達環境が不透明なことへの対策である初期段階では家庭や企業に自主的な節約を呼びかけ不十分ならば大口の企業に個別に需要抑制を求めることになりそうだ。家庭のガス機器は 給湯器やコンロなどに限られるどんな節約法があるのだろう給湯器は温度設定を下げる風呂は追いだきを減らすため間を空けず入浴しシャワーをこまめに止めれば節水にもつながるコンロは鍋底から炎がはみ出ないよう調節し中火を活用するちなみに プロパンやブタンを主成分とする LP ガスはロシアに頼っておらず節ガスの対象にならないというともあれ節約に無理は禁物であろう自宅に毎月届く検診票とにらめっこしながら可能な範囲で節ガスを心がけてゆくそれが家計の防衛にもつながるはずである